今ですねどこにいるかというと東京にいます。で首都高を今通ってるんですけど、これからですねどこに向かうかというと成田、千葉の成田空港に向かいます。で今都内にいて、首都高を走ってですねこれからこの後首都高の湾岸線に入ってレインボーブリッジを渡って、そこから東関東自動車道を入ってですね、行く感じになります。成田まであと70キロ、ぐらいですね、なります。まあここから、まあ、順調に行けば1時間ちょっと1時間10分、1時間20分ぐらいでね、つけると思います。今首都高走ってるんですけどね、すごいですね、まあ、こんな感じで今、今この首都高のどこを走ってるかっていうと首都高の中央環状線です。中央環状線、大井町の方ね、今品川のあたりも今通ってるんですけど、これから東関東自動車道に入ってる感じですね。でずっとこういう風にトンネルがね続いてたんですけどやっと明かりが見えてきました。地上に出る感じです。まもなく左方向東関東道方面です。でこれからね東関東道、東関道ですね、入ってきます。 500m ので、ね、湾岸線にまず入って、そこから、東関東自動車道ですねやってきます。日によって時間によっては混んでるんですけどね今全然ね、空いてますね。でこれを、左に行きます。これまっすぐ行くと横浜方面羽田空港の方面に行けるんですけど、これ今から左方向に進んでいきます。でこれが大井のジャンクション、大井ジャンクションです。大井町って言ったらあの競馬場がねあることで有名なんですけど大井町でこのジャンクションということで横浜方面でなく、東関道の方です。行きます。でこの辺りは、まあ、羽田空港からも近いんですけどねコンテナ船が、まあ、止まるところもあったりして、こういったところに、ね、いろいろ工場とかね、あったりします。で今ジャンクションなんでぐるっと回って、湾岸線に、ね、入ってっていう感じです。でその先が東関東自動車道なんで東関東自動車道をずっと進んでいくと、成田空港の、感じです。同じね